はい、どうも皆さんこんにちは。今日はロシア現代史をやっていきたいと思います。不登校問題、そして緩衝地問題で揺れるロシアの大国です、北の大国ですね、これがどういう変遷をたどっていったのか軽く触れながら、現代のウクライナの問題についてもね、軽くやっていきたいと思います。では早速いってみましょう。プーチン政権がどのようにできたかということなんですけども、前任のエリツィン政権、この時にですね、チェチェン共和国という国が独立運動を仕掛けます。で、エリツィンの軍団ですね、弾圧しに行くんですけど、強かったんですね、チェチェンが。で、強くて追い返されるわけですよ。で、どうしたもんかなと考えている時に、エリツィンの指名を受けてプーチンがその弾圧に行くわけですね。で、行くにしてもいろいろ理由が必要なわけですよ、国際上のね、問題があるんで。で、その頃チェチェンでアパート爆破テロがいっぱい起こってて、イスラム過激派の仕業っていうことにしてテロを止めろということで、その名目にして鎮圧しに行くわけですね。で、無事鎮圧したプーチン、エリツィンの信頼を得て、で、次にプーチンが大統領になると、こういうことになってますね。簡単に言うとこういうことです。その頃中国とインドが経済が爆上がりしている頃で、ロシアが天然ガスと石油を売って儲けてたわけなんですけども、これによってロシア国内が経済が向上、結構ね、人気があったわけですね。経済が良くなった、チェチェンを抑えた強いプーチンということですね。で、プーチンは一体ね、どのような人物だったのかっていうのをちょっとね、掘り下げていってみましょう。少年時代貧しくて喧嘩に明け暮れていたと言われてます。屈強な感じですよね、今でもね。で、スパイ映画を見てスパイに憧れていた少年で、 KGB に入って、入り方を聞くわけですね。どうやったら KGB にスパイになれるんだと。ただ一流の大学の法学部に行って、そこの大学でトップの成績を取れば、ある日謎の男から声がかかってくるから、そこにイエスと答えれば KGB に行けるということを聞いてですね、猛勉強してね、喧嘩に明け暮れていたプーチン、そこで第一流というかトップの大学には行けなかったみたいなんですけど、そこそこの大学に行って、法学部に行って猛勉強していい成績を取ったらしいんですね。そんな折にですね、ある日謎の男から国家のために働きたくないかと声がかかるわけですね。当然、イエスと言って KGB に入るわけですね。で、そこで KGB に入って最初に東ベルリンに配属される、今のドイツですね。で、そこで配属されてすぐに東ドイツの崩壊を目の当たりにします。で、そして、東ドイツなくなっちゃったんで、ソ連に戻ってくるんですけど、そこでソ連も、例のチェルノブイリですね、ゴルバチョフの、そこで崩壊するわけですね。で、国家って国を乱したら簡単に崩壊するんだと、2度の崩壊を目の当たりにしたプーチンなんですよね。で、下の図44、青4、赤66と書いてますけど、この4466何かっていうと、任期の年数ですね。4年任期で、8年続けてやったんで、その後はできないって法律があって、ネドベージェフっていうね、ナンバー2に1回大統領を譲るわけですね。そこで4年やらせて、1回挟んだから、その後法律を変えさせてですね、1期4年を1期6年にまで改正します。で、6年を今 2期やってる途中で、2024年までが任期なんですね。上のように、憲法改正で2024年まで任期があるプーチン、あと2年あと、来年ですね、来年まででどうなるかですね。だけど憲法改正までの期間はなしということにしたので、2024年大統領にさらに就任になれば、2036年まで大統領継続できるという計算になります。プーチン御年83歳までやるのかどうか、ここに注目が一つ集まるところですね。来年一つ、アメリカの大統領選挙もありますけど、ロシアにも注目ということですね。さて、北方領土問題、今ちょっと揺れてますよね。この北方領土問題ってどうなってるのかというと、ご存知のように、1945年8月15日玉音放送が流れて、日本は敗戦を受け入れます。ただ、国際法上ですね、正式に書類にサインをして敗戦に認めますということをやったわけじゃなくてですね、あくまで国内用にですね、日本はもう戦争しませんよ、終わりましょうということを発表しただけで、国際法上はまだ正式に契約サインはしてないわけですね。その時にですね、日ソ不可侵条約を破ったという歴史をご存知の方多いと思うんですけど、国後択捉を
ソ連が占領しに来ます。で、9月2日に東京湾の水売り号というところで降伏文書を調印するわけなんですけども、ここで初めて国際法上正式に敗北が決定するわけなんですけども、このあとですね、この2日後4日に歯舞色丹も攻めに来るわけですね。まあ、あの8月15日、以降の国後エトロフに関してはまだ正式にねサインしてないんだから戦争中だということで、ソ連は、まあ、今ロシアですね、主張してるわけなんです。ただ歯舞色丹に関しては、まあこれはねちょっとまあやりすぎたかなという感も表明してるわけなんですけども、まあ、結局ね今でもロシアのもので現在も国境は決まっていないと、まあ、こんな状況ですね。簡単に説明すると、だから国後エトロフに関しては、まあ、まあ日ソ不可侵条約を破ったのでね、まあ、何とも言えないですけども、戦う意思がないのに攻めに来たっていうのは、まあ、人権上どうなのかなっていうのもありますけど、まあその頃ねソ連を率いていたのはあのかのスターリンですから、まあさもあんさもあらんって感じですけどね。まあそんな感じです。はい、戦後ですね、スターリン亡くなります。でフルシチョフという大統領になりますね。まあ、平和条約後に歯舞色丹は、まあね、ちょっとやりすぎたんで、これは、まあ、ちょっと返しましょうかねという動きを見せます。で、まあ、鳩山一郎、岸信介ですね、まあ、この辺安倍晋三のおじいちゃんですね、日米安保条約を締結します。で軍事同盟を結ぶわけですね。まあ、この頃2党返還派と4党返還派が、論争を起こしているわけですね。とりあえず2党だけでも、歯舞色丹だけでも返してもらいましょうっていう派と、いやいや何言って、もともと日本の領土なんだから4党返してもらうのが筋だろうって、まあ、ここで争うわけですね。日米安全保障条約を締結してしまったので、返しちゃったらお前らにそこに軍米軍の基地作るでしょう、ロシアに近いということで、まあ、ちょっとねあの返そうかなという動きが停滞してしまいます。フルシチョフが警戒するわけですね。このフルシチョフ、まあ、キューバ危機の時の大統領でもあるんで、いろいろとねやってたわけですね。で時は流れ、鈴木宗男の時にですね、じゃあ2党先行返還ということでどうでしょう、まあ、とりあえず2党、あの4党か2党かということじゃなくて、とりあえず先に2党返還してもらおうということでどうでしょうということで、まあ、森喜朗がですね、おそれはいいねということで、まあ、そういうプーチンもね、じゃあとりあえずね2党ということでいいですかねみたいな感じで話がまとまりかけた時に、森喜朗がいろいろ出現して、まあ、総理をね辞めてしまいます。で次に出てきた小泉純一郎総理ですね、その外相にですね田中真紀子外相が、控えてたんですね。で田中真紀子外相、もちろん田中角栄の娘さんなんですけど、この人も田中角栄は4党絶対っていう人だったんで、まあ、その血を受け継いだね真紀子外相はですね、まあ、絶対4党でなきゃダメ、とりあえず2党先行返還ってありえないって言って、こう強硬に言うわけですね。まあ、そうしたらですね2党先行返還ってことでまとまってたのに、おいおいジャパンどういうことだよっていうことで、プーチンがすごい不信感を示して、結局これも頓挫してしまいますと。ということで現在も北方領土に関しては、4党全部ロシア領ということになっていますよね。なかなか外交は難しいですね。でプーチンはこれに不信感を覚えて、まあ、ついこの間っていうか、まあ、去年一昨年あたりですね、まあ、ロシアにとしては、まあ、北方領土を永久的に返すつもりはない、日本は北方領土は日本のものだということを今後永久的に忘れた方がいいだろうということも言っておりますね。もうに日本はお前北方領土のことは忘れろと、もうロシアのもんなんだ、返すつもりはないと、もうはっきり明言してますね。いやー深いですね。さて、まあ、ライバルアメリカ、何が起こってたか、シェール革命っていうのが起こります。この頃アメリカは石油産油国のナンバーワンになってしまったわけですね。まあ、シェールっていうその岩盤 の、ま、あの間に入ったこの石油みたいなやつをね掘り出せる技術を開発して、まあ、中東のね産油サウジとかありますけど、それを抜いたわけですね。ナンバーワンになってしまいます。で中東はね今までアメリカに売ってたんですけど、これで売れなくなっちゃうわけですね。困ったなという中東、じゃあヨーロッパに売ろうということで、ヨーロッパに目を向けるわけですね、サウジとか中東はですね。ところが今までヨーロッパに石油を売ってたのがロシア、ロシアも石油大国なんでヨーロッパを売ってたわけなんですけど、まあなかなかねライバルが増えて困る、経済的に困る。
まあ、その頃プーチンがウクライナのクリミア半島をロシアにしてしまうというね、問題が起こります。2014年ぐらいですよね。まあ、これで不登校干渉人問題の二大コンプレックスが頭をムクムクともたげてきます。まあ、ところがウクライナはゼレンスキー大統領になってから EU にまあ傾斜しているわけですね。 EU 寄りになってるわけですね。もともとソ連という国の時ウクライナはソ連領だったわけなんですけど、まあ、その91年にソ連が崩壊してから、まあ、ウクライナ独立国家、正式には独立ではないんですけど、ウクライナ正式なあの書面文書は国際法上存在してないとも言われてるんで、ウクライナは本当は独立国家ではないんじゃないかという噂もありますね。まあ、ロシアが親ロシア派に武器を支援して内戦状態になっていた、まあ、こんな感じで国北の方ではね、アメリカシェール革命が起こったことによってちょっとざわついた動きになっているということですね。ロシアはね、どうやって石油をねヨーロッパまで送ってたかっていうと、こういうパイプライン、あの上の写真があるようにこのパイプでフィヨーンとね、天然ガスを送ってたわけですね。あのちょうどあのジェームスモード007のねリビングデイライツっていうティモシー・ダルトンがねあの主演の映画をやってたんですけど、あれ人がねパイプラインに入ってあのヨーロッパまで送るっていう、なんかそういう映画でやってましたけどね。まあ、これがあのその見たことあるから人がいればわかると思うんですけど、これがパイプラインですね。高速でビュンビュン送っちゃうわけですね。ところがですね、まあ、こういう森の中抜けていくんで、まあその全てが全てちゃんと管理してきてるかっていうとそういうわけじゃなくて、途中で天然ガスのね穴を開けて抜いてるやつがいるということでですね、ヨーロッパに着いた時に量がめちゃめちゃ不足してるという事態が起こるわけですね。おいおい、注文した量が全然足りないんだけどということでですね、おかしいじゃないかって、まあ、こんなんだったら中東から買うぞということで、まあ、天然ガスがロシアが売れなくなったら支持率が落ちるかもと、プーチンの危機ということでですね、ヨーロッパに売れなくなったからどうしようって、ふっと見ると、あ、東が空いてるじゃんってことで、北海道まで近いからパイプをつなげば日本に売れるかもしれないぞということで、ここでまた北方領土問題が日本にお返ししましょうかという軟化政策が出てくるわけなんですね。まあ、こういうね、まあ、経済の取り巻きによって領土が動くということがね、面白いですよね。で、実は天然ガスっていうのは運搬がすごい困難なんですよ。そのままで運べないんで、一旦液化、まあ、あの水みたいにするわけなんですね。 LNG っていうなんか丸っこいこう赤で LNG って書いたタンクみたいなの見たことないですかね。よくあの海辺のねタンクのその工場地帯とかにありますけど、あの LNG、 これ液化して、でもう一回そこでついたら、気化するというすごい面倒くさくてコストもかかる作業をやるわけですね。だったらパイプでブッと飛ばした方がね、いいわけなんですよ。まあ、途中でね抜いてるやつがいるっていうそのデメリットもありますけど、日本はねちょうどあの311で資源が困ってる時だったんで、まあ、直で資源が欲しいやろということでですね、この案が非常に有効ではないかと言われておりました。二島返還とパイプラインという構想があって、お、北方領土帰ってくるかもなと、日本とロシアの思惑が全て一致してうまくいき始めたところが、2018年からなんとプーチンの支持率が下がり始めたんですね。絶対的人気と絶対的支持率を誇ってたプーチン、まあ、経済も傾き出してですね、プーチンで本当に大丈夫かロシアっていうことでですね、2018年度から、まあ、せっかくね北方領土返還がまとまってきた頃に国内で、支持率が下がったと、まあ、ちょうど第一次世界大戦第二次世界大戦でロシア革命があったかのようにですね、何かいい時があると国内で足元を救われるのがお家芸ですね。まあ、国内世論は北方領土返還に反対ということなんですよね。だからこのまま返しちゃうともっともっと支持率が下がるんじゃないかというプーチンの懸念があったわけです。プーチンの今までの横暴とかがね、今まではネットがなかったんで横暴が隠されてたわけですけど、さまざまな横暴がねネットにより暴露されてきたわけで、プーチンやべえじゃんということになってきたわけですね。選挙などの不正が明るみになってきた、オールドメディアでイメージ戦略してきた、 YouTube などで暴露されてきた、1400円かけて作られたプーチン宮殿の動画がアップされ、ロシアの反体制指導者ヌワリヌイが毒殺されかけるなどなどなど、黒い部分がどん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 ワカ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 出てきたわけですね。まあ、ところがプーチンこう言ってます。二島返還するつもりはロシアはないと、
はっきり言ってます。返還する意思はもうなくなったと。もういろいろあったけどもう嫌だということですね。さらに2022年自国の領土を活用することを禁止する法律がロシアで可決されてしまいました。残念。自国の領土を活用することは禁止だよということを法律が明言されているわけですね。ここでもうロシアから4と返還する望みはもう限りなくなくなってしまったと言わざるを得ないかもしれないですね。